今日はですね、古河で開催されているロッキンクルージン2024にお邪魔してみました。もうね、すごい行列なんですよ、スタートから。今人が入ってきたところなんですけど、もうアメ車とかハーレーとかたくさんの、もうここもビバラスベガス。それでは一軒ずつインタビューしていってみましょう。はい、でまずは、スナップオンサウスエリアサービスさん、お邪魔してみましょう。じゃじゃん、なんかいろいろありますね。こんにちは。こんにちは。かわいいお姉さんがいるのでインタビューしてみましょう。今日はどういったのを持ってきて、そのなんかあれですか、またあのくじ引きとかですか。あ、そうです。今日も2000円くじやってて、はい、まあ、一応外れなしで、うん、まあ、豪華な景品がたくさん当たるっていうのをやってます。うん、外れなしで、はい、うん、全部これくじなんですか。はい、ここが全部、一応ここからここまでがくじになってます。このテーブルが、はい、おー、キャップとかいろいろありますね。キャップに T シャツに、これはゴミ箱。あ、そうです。ゴミ箱に1万5000円って書いてあるんですよ。これも当たるんですか。あ、そうです、そうです。なのでもう2000円じゃ超お得です。すごいですね。ちょっと重たっ。鉄なんですよこれ。2000円でこれ当たっちゃう。あ、キーケース、なるほど。青木社長どうですか、2000円くじ。ここ俺が言っときましょうか。2000円くじ、いいですか。はい、今日はですね、あのカメラをG モーターサイクルスの青木社長に手伝ってもらってます。よろしくお願いします。2000円くじ、ありがとうございます。さあ何が出るでしょうか。じゃあどうぞ。いいの当ててください。いいの当たるかな。65番。65番、ピンクのカゴです。ショッピングバッグ。あ、こちらのピンクカゴが当たっちゃいました。これでいっぱいお買い物してください。あ、今日 ありがとうございます。スナップオンの買い物カゴをゲットです。やりました。なんかあと他になんか面白いものあったらちょっと見せてほしいんですけど、いろいろこれとかも結構お客さんみんな好きみたいで、はいはい、これなポスト、いや一応、あ、ちゃんとしたツールケースなんですね。はい、あ、そうです、そうです。すげえ、ミニツールケース。買ったら結構いいお値段するみたいで。そうなんですか、当たりたかった、はい、当たりたかったな。いろいろ社長、これは何ですかね。なんか LED ライトっぽいですね。あ、やっぱこれから、うん、なんか冬に入るから。あ、はいはいはい。なんていうんですかそれ。スノードーム。スノードーム。サンタのスナップオン。やっぱスナップオンのサンタは工具置いていくんですかね、お店に。ね、え、これはバスケット。バスケット。ボールで。これもゲームなんですか。そう、ゲーム。これはもう無償で。あ、そうなんですか。子供がしてお菓子を。あ、子供がね、大人はダメなんですかね。大人でもいいですよ。いいですか。ついちゃっていいですか。全然いっちゃう。バスケット。あ、球技苦手なんですよ。外れました。お菓子どうぞ。あ、ありがとうございます。ちょっとあの、みんな気になりますよね、あのバス。じゃじゃん、これなんてバスになるんですかね、これ。グラマースナップオン、これアメ車ですよね。アメ車ですね。ちょっと、ちょっとなんか中を覗いてください。すげえ、かっこいいですね。宝の山。じゃあ入れますかね。入ります。すごい、こんな感じなんですね。すげえ、宝の山。なんかこの辺もかっこいいですよ、光ってて。天井から工具だらけ。キャンピングカーみたいですね。これ走っててガチャーンならないんですか、これ。いや、実は今日上から落ちてきました。落ちてきました。はい。これ何人乗れるんですか。え、いや、一応、うん、2人、ここに椅子がついてて。あ、あるんですか椅子。はい、今外れてるんですけど。はは一応2人乗りで。すごいですね、これ。なんかかっこいいですね、このスナップオンのディスコ光ってるやつ。
これ運転席に乗せてもらいます。運転席は運転席意外と地味、いいな、すごい。でお姉さん、可愛いお姉さんを、私のちっちゃい時の写真も、え、そうなんですか、そこに社長の娘さんだということで、可愛い看板娘ですね。いやー、なんかいろいろありましたね。あのバスの中が特に面白かった、スナップオンサウスエリアサービスはいの夏美です。夏美さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いてはロッキンクルージンのオフィシャルグッズブースお邪魔してみましょう。こんにちは。こんにちは。今日も盛り上がってますね。いや、盛り上がってます。もうロックンロールな感じで、お天気もいいですし、最高ですね。最高です。もうで、ここにはその着てるやつが売ってるんですか。はい、はい、もうあのこちらの今年 の、 あの、はい、ミスター G、はい、ミスター G デザインのドラゴン T シャツすごく人気で、はい、それかっこいいですね。かっこいいでしょ。どこにあるんですか。もう売り切れちゃいまして、早くから、はい、大人気で再販の、ね、こちら、はい、過去のポスターティー、素敵素敵です。素敵。なんか1枚いかがですか。買わないといけない雰囲気になってぜひお願いしますミスター G デザインで、ミスター G デザイン、はい、おしゃれ。もうだいぶちょっと、はい、商品なくなってしまったんです。はい、これも、はい、あ、これ、はい、あ、かわいいですね。はい、後ろにも、後ろのバックスタイルが、はい、こんな感じ。ロッキー、ブー君ですね。シワマイクと、はい、アメ車が。こちら、あと、あのこちらのポスターだけですけど、はい、ちょっとポスター、あの、はい、今年のポスターでタイガー&ドラゴンで、はい、うん、アパレルは来年の予定です。あ、来年の予定ですね、はい、これおいくらなんですか。こちらはポスター1500円になっております。1500円。結構生地もしっかりしてますね、はい、しっかり、おしゃれ、はい、厚めのしっかりした素材で作っております。で、この T シャツは、はい、おいくらなんですか。で、今までの歴代のポスターはちょっと特価で、特価で3000円、3000円で今年は販売させていただいております。いいですね、この機会にぜひ、はい、ではでは、ロッキンクルージン、オフィシャルグッズブースのスージーさんでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。続いて、すのこさん、インタビューしましょう。はい、え、これってもらえるんですか。そうです、来ていただければ、はい、ピンクと青がありますので、はい、はい、今配ってます。あ、続いていいですか。はい、はい、どうぞ。すのこさんって言ったら、レーシングオイルかな。そうです、レーシングオイルからもうこういったアメリカの車にも合う、はい、もうオールマイティ全部やってます。はい、なんか今日、はい、今日は紹介していただければ、はい、今、こういうTシャツとか、はい、ドラム缶の刺繍があります。刺繍ですね、はい、かわいい、はい、いい T シャツ作りましたので、はいはい、ぜひ寄っていただければと思います、はい、こういう感じで、はい、昔のロゴを使った T シャツもあります、うんうん、うちわも配ってますから。うちわも配ってるんですか。うちわも配ってます。社長、うちわどうですか。うちわ配ってます、はい、うちわもらっていいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、やった、かっこいい、はい、数量限定ですが、数量限定、はい、やってください。すのこさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんと美しい内装でしょうか。こちらは1958年式ナッシュメトロポリタン。続いてこちらは1957年式シボレーベルエア。美しい。こちらは1966年式ポンティアックボンネビル。続いてはシャーリーママさん、あの諫早とかでイベントとか結構されてます。あの、アメリカン雑貨屋さんなんですかね。雑貨と、まあ、車の整備とか、はい、カスタムが元なんです。あ、なるほど。なんかいっぱいおしゃれなやつがありますけど。いいね。全部メイドイン USA の。いや、メイドインチャイナもあります。あ、チャイナもあるんですでもアメリカン雑貨は、はいはい、おしゃれ。
キーホルダーとかがあります、ね、キーホルダーは、まあ、ちょっと持ってきてます。ホットウィール、はい、ルート66、はい、バッドフィンガーこの辺はこれアンテナボールですか。そうです。あ、アンテナボール、はい、なんかハンバーガーのアンテナボール。これ最近出たあのエリア1のハンバーガー。エリア 1? エリア1ってあの元町にあるムーン、はい、ムーンの、まあ、お店、はい、本店なんですけど、そこの横にあの、うん、レストランがあります。はい、面白いですね、アンテナボールハンバーガーのアンテナボールこちらキーホルダー。そうです。いずれも600円。スノボ、ベル、ケンドル。ベル可愛い。これ可愛いですね、はい、チャンピオンの。チャンピオンカーペット。何マットになるんですか。わ、これ欲しい僕あのプラグチャンピオンなんで。いくらですか。はい、え、2750円。はい、結構お手頃ですね。これ、これもチャンピオン。それもチャンピオン。え、見せていただけますか。これは1980円。これ1980円。え、社長どっちが可愛いですかね。これこっちですかこれいただけますか。あ、いいですよ。 お買い上げということで。お買い上げで、ありがとうございます。いや、いいのありますね存在してます自分は。あ、ありがとうございます。シャーリーママの入江さんでした。ありがとうございます。どうも。飲んじゃいますね。もう暑くて。いやいやいや、撮影手伝ってもらってますね。生ビールですね。あ、自分はあ、コーラで。はい。200円ですね。ありがとうございます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 。やっぱイベントって言ったらこれですよね。いいですよね、やっぱ。続いてはこれは、これはあれですね、飲食ブースですか。そうみたいですね。あー、ビール片手になんかつまみ買わなきゃいけないんじゃないですか、これ。え、綺麗なお姉さんがいますね。綺麗なお姉さんがいますね。こんにちは。ここはこんにちは、タコライス。タコライスのお店。おお、引き受けられちゃいます。やったー、実際してくださーい。タコライスのスターガレー。場所は天津のお役公園です。天津のお役公園。おお、今日はこの販売車両で。はい、貴重です。胸がもう飛び込みたくなりますね。待ってます。続いてジャンクトラップお邪魔してみましょう。コッピンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあれですね、インスタグラムで見ててもおしゃれな、もう、あ、いい、もうアメリカナイズした、もう全てがもうアメリカナイズ。適当です。え、そうなんですか。今あのお店はあそこは店としての営業は一旦、はい、お休みしてます。あ、そうなんですか。長期お休み。なんか企んでるんですか。もう1店舗新しいお店作ってて、はい、そっちの準備に、はい、来年春のオープンを目指して。何屋さんになるんですか。いや、次はもうあの俺のワールドを 100% 出す。あ、え、今までのは 100% じゃないですか。今は適当です。そうなんですか。ワールド、はい、自分の好きなものしかやらないっていうスタイル。すごい。さらに突き詰めろうと思って。もうぜひその時お邪魔させてください、はい。今日は何を持ってこられたんですか。今日は、まあ、はい、適当に適当に適当に、なんかこっちはスカールのやつ。これはです、ね、最近ハマっててレジンアートをやってるんですよ、はい、え、全部手作りで。手作りですか、はい、コスピンさんのなんかシフトノブとか。おお、まあ、チョッパーとかでも、ね、はいはいはい、ちょうどいいサイズ。これもシフトノブですか。いや、これは違うです。これは置物です。ただすごいな。まあ綺麗ですよ。うわ、美しい。すげえ。手作りですか、これ。手作りです。でもできますね。すごい。これなんか
インディン・ジョーンズのサンカラストーンみたいですね。そうですね、クリスタルスカルです、すごいこれいくらなんですか。これはシフトノブ5000円。シフトノブ5000円で、なんか変換も6ミリ、はい、8ミリ、10ミリ、12ミリって全部揃ってるんで、はいはい、車とかにも行けるし、まあ、あれにも行けるし、あれはもう行けます。なるほど、はい、いいですね、これね、綺麗、すごいっすね、ケース抜群、面白い。続いて何か他あります。もうこの辺も全部オリジナルですよね。ここは子供用ですね。子供用、キッズですね。キッズ用のハーフパンツ、はい、ジャンクトラップ。これはキーホルダー。キーホルダー、シルバーですかこれ。いや違います、シルバーじゃなくてステンレスです。それですね、オリジナル。あとこれはオリジナルです、はい、オリジナル。あ、刺繍なんですか。刺繍キーホルダー。ひょっとして刺繍も自分でするとか。はい、やってます。本当ですかどういうことですかね、すごいな刺繍も自分でするそうですよ。 T シャツも作られるし、ネオンもやりますよね。ネオンやります。はい、ネオンすごいですよね。この辺もオリジナルなんですか。これもオリジナルですね。 Fuck you too、はい、お前もくたばれよみたいな感じですか、はい、そうです。これはこれもオリジナルです。タオル、タオル、ジャンクトラップタオル、はいはい、これもハックユーツ、こういうタオルです。はい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 、これもオリジナルです。オリジナル。今日のイベントのために作ってきました。え、今日のイベントのために作ったんですか、はい、これ、かぶってみていいですか。どうぞどうぞ。似合うかな。じゃん、どうですか先生、これなんて書いてあるんですか。カリフォルニアです。カリフォルニア、カリフォルニア。今日のためにこの刺繍を入れてきたそうです。すごいかっこいい、ね、ネオンとかもめちゃくちゃかっこいいですよね。そうですね、ネオンはなかなかいないんでですね。日本でいる人いないですよね、はい、もうネオン大忙しです。あ、すごい、もう貼っときますけどね、今こうパッて出てきたと思うんですけど、すごいですよネオン。あのネオン頼みたい人もあのインスタとかの、そうですね、メッセージもらえればダイレクトメールで、はい、そう打ち合わせして、はいはいはい、そっからですね。なんか新しいお店来たらできたらあのお邪魔させてください。ぜひぜひ取材してください、はい、すごい古い古民家改装して作ってる、はいはい、ですよね、なんかね、はい、見てますよインスタで、はい、出来上がりをなんか何ができるのかなと思って部屋がいっぱいありますよ、なんかまあなんかもうアメリカだけじゃなくなんか、はいはい、いろんな国をミックスして、ね、集大成を最後に、はあ、集大成を最後に楽しみですねではでは、ジャンクトラップのコッピンさんでした。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、すごい今バンドが終わったところなんですけどね、盛り上がってますよ、はい、ここはまるでビバラスベガス、こんな方がいっぱいいますね、リーゼントの方があ、どうもどうもどうも行ってくださいよすいません、ちょっと司令塔に移ろうと思ったんで。いや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 、ありがとうございます。もう使いますんでねノリがいい方がいっぱいいます。続いては、ピンストライパーのタコさん、お邪魔してみましょう。じゃあ、どうも。じゃあ今日かっこいいのありますね。ありがとうございます。忙しいですか。なんかオーダーは入りましたね。あ、もう入りました。はい、なんかお連れさん。売り子がいるんです。セクシーですね。セクシー。ちょっと特別サイズ社長。飛び込みたくなります。そう、胸にこれも毎日飛び込んでますよ。あ、そうですか。そしたら焦げになります。これ毎日飛び込んでるんですね。毎日飛び込みたくなるよなこれ。これは何なんですかこれ。ガラポンですね。ガラポン何が出てくるんですかこれ。基本的に缶バッチ入れたんですけど。缶バッチ。で当たりでこの辺をもう入れてる感じですよね。キーチェーンと。タコさんのオリジナル缶バッチ。そうですそうです。おお、ちょっと行きましょうか。300円。来ました。はい。さあ、さてさて。でーん。僕のサインです。サインですかこれ。タコさんのサイン、サイン缶バッチ。イエーイ。やったー。ハズレなし。これハズレはないです。全部。これ全部オリジナルの。そうですね。全部。これとかすごいですね。自分が好きな、はい、うん、あの名車っていうか、うん、あ、名車を書いたんですか。そうですね。なるほど。
余裕ありますよ。あ、おはよう。おはよう。おはようございます。猫、タコさん猫好きなんですかね。タコさん、あれなんですか、猫好きなんです。犬が好きです。え、猫だらけじゃないですか、なんかさっきからなんかキャラクターにするときに猫の方がなんか可愛いなと思って、あ、そこから作り出したんですよ。例えばなんかヘルメットにこう書いてもらったりしたらどんぐらいなんですか。どんぐらいというと金額的なもの、ハウマッチみたいな。あ、 これは、うん、ですね、3000円3000円の感じで、3000円、はい、3000円、うん、予算を6000円ぐらいで見ててみたいな感じで、その予算に合わせて書く感じですよね、うん、なるほど、はい、意外とリーズナブルなんですね。そう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 、僕はリーズナブルです。あー、リーズナブルそうですよ。みんなね、あの値段気になって頼めないですからピンストライパーに頼めない人いっぱいいますからね。いくらなんやろうと思ってお気軽に、お気軽にどうぞ。ピンストライパーのタコさんでした、はい、ありがとうございます。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 じゃじゃん、大分から、マキさん。こんにちは。じゃ、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう、あの、黒いナックルの。何台もこちら。何台も。有名です。有名な。今日どちらからですか、大分。今日はあの、名古屋から。名古屋。はい。小倉で降りて。小倉で降りて。で、そこ来ました。すごいですね。元気がいいな。この後置いて帰りますけど。この後置いて帰るんですか、はい、今日 車ですか。あ、車あのもう普通の車です。普通の、はい、ディフェンダー。もういやいや、もう見せれないぐらいの普通の車。そうなんですか。はい、ここで会えるとは。いやいやいや、もういらっしゃると分かってたんで。はい、今回もあのブラックベアで決まってましたね、こう。あ、しなやかなやつで、うん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと楽しんでください。え、わかりました、はい、じゃあまた、はい、お疲れ様です。ではさようなら。これが1964年のシボレインパラです。64年のシボレインパラ。これも64年のシボレインパラ。これは、はい、64のこれがシボレインパラ。インパラ。これもで、これは62年のシボレインパラ。62年のシボレインパラ。これが65年のシボレインパラ、はい、これ65年のシボレインパラ、はい、インパラだらけ。でこれが1987年のシボレモンテカルロ、はい、シボレモンテカルロ、はい、続いてでこれが1954年のシボレベルエアです。シボレベルエア、結構シボレベルエア多いですね。多いですね。でこれがカルマンギアですね、はい、これが61年じゃないですか、はい、61年のカルマンギア。でこれが1958年の、はい、ブルックウッドワゴン。ブルックウッドワゴン、はい、58年です。でこれ51年のフォードマーキュリー。あ、フォードマーキュリー51年、はい。でこちら1950年のフォードマーキュリー、はい、これは50年のフォードマーキュリー、はい。続いて埼玉県からサイコアパレルさん。こんにちは。こんにちは。すごい素敵なお姉さんですね。タトゥーがかっこいい。ねえ。かっこいいですね。ありがとうございます。突撃してしまいました。はい、どんな商品を持ってこられたんですか。今日はですね、はい、もうお店の今一押しのアイテムたくさん持ってきたんですが。はい、オリジナルのお洋服のお店となっておりまして、うんうん、はい、そうですね、レディースの レディースね、B
ピンアップスタイルとか、あとは1950年代、はい、60年代のスタイルからインスピレーションを受けて、はい、でそういったあのお洋服の展開をしているので、うんうん、基本的にはレディースのお洋服が並んでるんですけれども、はいはいはい、サイズ展開が 3L サイズまでお作りしているので、はい、例えば、はい、こういうセーターとかも結構大きめなんですよね。なので全然こう、うん、メンズの方も着れる感じでお作りしたりっていう風に、はいはい、いろいろとお作りしてます。ファイヤーです。ファイヤー。これとかなんかモロな感じで。はいですね。そちらはもう大人気の商品で、うん、毎年再販していて、はい、でそうですね、今日からちょうどあの再販で、でそれでこちらが今年の限定色っていう感じで。あ、限定色ですね。はい、いろいろとこういうファイヤーパターンのセーターも、はいはいはい、展開してますね。これでおいくらなんですか？こちらで16,500円。16,500円。はい。ですね。あとはもう一個おすすめとしては、こういう、はい、こんな感じ の、はい、あのサイコアパレルカスタムバッグっていうお名前で、うん、あの作らせていただいてるんですが、はい、こちらに関しては私たちがお店で一点一点手作りしている商品になっておりまして、はいはい、生地自体はアメリカからピックアップしてきて、はい、で日本で私たちが作っているっていう。そうなんです、もうオールハンドメイドで、オールハンドメイドなんですか？はい、そうですね、作っていて、はい、でこういったあの外見もかっこいいし、うん、中はかわいいですね、こういうゼブラ柄。私たち の、 あのオリジナルの生地をお使いして、はいはい、もう本当にサイコアパレルでしか買えない、はい、そんなバッグもこういうふうにお作りして、これなんか刺繍っていうかステッチも、そうですね、ステッチも、はい、入れたりしてですね、こういったものもシーズンによっていろいろ新作出したりっていうふうにしてますね。すごい、はい、すごいですね、サイコアパレルさん。はい、あのインスタグラムとかは、あ、はい、インスタグラムも、はい、もちろんございますので、じゃあ、はい、よろしければあのチェックしていただけたら、はい、概要欄にあの、はい、貼っておきますので、ありがとうございますね、うん、機会がありましたらぜひ、はいはい、お店の方にも、はい、あ、お店の方にちょっと遠いけど行かせていただきたいと思います、ね、機会がありましたら、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。サイコアパレルさんでした。はい、ありがとうございます。こちらはバーバージェントフィフティーズヘアの専門店。バッチリ決めたい人にはぜひおすすめ。アメリカで買い付けをしてきた古着屋さんもたくさん出店しています。もうお姉さんかわいい、うん、前回もあのまた来るよ、エイントシースイートのお姉さん、お邪魔してみましょう。こんにちは。こんにちは。1年ぶりです。お久しぶりです。今日も決まってますね。今日もバッチリ巻いてきました。この色がついてるのもはこのカラーワックスですね。カラーワックス、はい、エマージェンシー、まあ、そう、エマージニーさんですね。エマージニー、エマージニー、はい、北九州の会社の方がやってあって、はいはい、あ、これも同じなんですか、ね、そうそうそう、向こうでも同じ、向こうでも、そうそうそうです、そうです、そこののちょっとアンバサダー的に YouTube とか出させてもらってるんですよ。なるほどですね、はい、こんな感じになりますよ。こんな感じになります。いいですね、これはもうシャンプーですぐ落ちるんで楽です。もっと髪型がかっこいいですね、今日も。もう早起きしましたもん。今日もそうなんです、はい、そうなんです。今日もいろいろ作ってきました。これはピアス、ピアスとイヤリングと、はい、用意してます。いいでしょ。メキシコ好きでしょ。好きです。よくわかりましたね。好きですよ。そうでしょ、うんうん、好きでしょ。好きですね。ほら、好きですね。好きでしょ。え、これ手作りなんですか。あ、そうです、まあ通しただけなんですけどね。好きでしょ。1500円、うん、お安くしてます。これはお買い得ですね。この辺もおしゃれですね。そうですね、もう自分の好きなのばっかりちょっとつけてるんで、うんうん、これは何なんですか。これはもうネックレスです。こんな感じの、あ、そんな感じ、あ、なるほど。あ、かわいい、ジャラジャラとね。そうです、そうです。え、これを2個つけてるんですか。そう、いや、これ二重なんですよ。あ、二重にしてるんですね。そうです、そうです。これ二重のやつを作ってるんで。二重バージョン、そうなんです。どこだっけ、はい、あ、これこんな感じで、はい、二重にゴージャスに見せてます。ほんとだ、かわいい。そうです、そうです。2500円、2500円、お手頃、お手頃、お安くしております。はいはい、気になる方はぜひ、はい、見つけたら、よろしくお願いします。あとはあの概要欄の方に、概要欄でここに、はい、インスタグラムのここに多分ついてますんで、インスタが、URL 貼っておきますんで、気になる方はそちらからお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いては G モーターサイクルさん。じゃあ、どうも。じゃあ、今日は何か持ってきてるんですか。
ヘルメットとか。ヘルメット、あ、ヘルメットね。はい。ピチンヘルメット。乗った。クイズでも8万。ベル。これは？5万。5万。ヴィンテージヘルメットです。ヘルメット。なるほど。え、これ商品ですかね。1950年式、51年。50年式。パンヘッド。似合ってますね。似合ってますね。いかがですか。欲しいです。あ、これ行くしかないですよこれ。欲しいって言ってます。もう、もう買いましょう。買います。買います。買います。ありがとうございます。買います。ありがとうございます。あ、これも売り物なんですか。これは70年式 XLH で、Gブースになんともつ鍋屋がありますね。ちょっと突撃してみましょう。こちらはジロピーさん。じゃあ、じゃあ今日は何を持ってこられたんですか。もつ鍋持ってきました。もつ鍋、缶詰。缶詰ですか。はい、もつ鍋の缶詰。そうです。これ業界初。業界初。はい。これ3つの味が入ってセットなんですか。セットです。3000円。セットで3000円。あ、1缶が1000円、ね、1000円。なるほど。今日消費税サービス。消費税サービス。これは何味ですか。醤油。醤油。味噌。味噌。ネギ塩。ネギ塩。ほう。作り方は。缶を開けます。はい。開けて。じゃあ、お、中にもつが入ってるんですね。はい。これ何味ですか。これ味噌です。これ味噌。はい。今日ちょっと2缶いきます。2缶いきます。4人分。4人分。冷たいお鍋にこのまま、はい、こう、おー、で牛脂がしっかり入ってる、はいはい、うん、これをこれ2缶なので通常は1人分だとこの缶の半分お水、はい、でも2人前なので、はい、この缶に1杯分お水入れます。はい、はいはい、キャベツを大体、はい、まあ、うん、もう入れちゃってんすか。入れちゃう、もうこのまま、はい、引っ掛ける前に。もう引っ掛ける前に、まあまあ二握りぐらい。はい、二握り。はい。で、ニラを。ニラ。まあもう適当に、まあまあこれぐらい。はい、で、以上。以上。火かけて。火にかけます。大体4分ぐらい。大体4分。はい。で、もう食べれます。お、なるほど。もう仕上がっちゃうんですね。で、仕上がります。もうキャンプ最高。キャンプ最高。本当ですね。はい。牛脂がうまいんです。牛脂がうまい。それ入れた方がいいんじゃないですか、はい、中に。これはもう後から出来上がったら熱いの入れてまた戻して。ああ、なるほど。熱いの入れて戻せばいいですね。はい、はい、それでは4分経ちました。4分後。はい。ほい。おお、うまそうですね。はい。あとはもう味噌味でしたっけ。味噌味で。はいはい。はい、もう。ちゃんと油回ってます。これたった4分、はい、4人前も4分でもはい、はい、はい、OK、うん、であとこういうスープを一旦こっちに戻してやってこうして、はいはい、ああ溶かすんですね。そうそう、だからもう牛脂もきれいに、はい、もったいなくない、うんうん、なるほど。いきますよ。はい、はい、おー、うまそう。はいはい、はい、はい、いただきます。え、もう所要時間10分以内ですね。いやいや、5分以内。5分以内か。味噌もつ鍋、熱そうやな、これ。うん、うまい。ちゃんともつ鍋ですよ。うん、うまい、うまい。これはいいでしょ。藤丸商店のもつ鍋缶セット、これは3000円。これ3000円。これがあったら3回キャンプ行けますね。3回キャンプ行けますね。これうまい。これいいな。これ皆さんぜひこれはチェックした方がいいですよ。うん、うまい。こちら藤丸商店もつ鍋缶、1缶2人前1000円から販売中。気になる方は YouTube 概要欄 URL
もしくは藤丸商店もつ鍋館で検索してみてください。キャンプとかにいいですよね。続いては、ジンギーズのジンギさんお邪魔してみましょう。はい、じゃあまたイベントの宣伝で申し訳ないです。11月17日こう寄ってくれてね、飯塚にあるカホテラス、はい、あカホテラス、はい、でスワップミートって書いてるんで、うん、ちょっとアサクラメントっぽいノリで来られるとちょっと違うかなと思うかもしれませんけど、うん、ちょっと もうちょっと高級感があったり、はいはい、ちょっと本物のヴィンテージとかっていうか、うん、そんなものを交えながら、九州の人、福岡の人、はい、地方の人に見せていきたいなっていうイベントが、ガラクタ市じゃない、ガラクタ市じゃない、まあガラクタもありますけど、あガラクタでもやっぱりアメリカのガラクタとか、あとアメ車のミーティングが一緒にあったりとか、うん、バイクの子たちにもぜひ来てほしい、うん、僕もあのお邪魔させていただきますので、ぜひ会場でお会いしましたらお声かけください。よろしくお願いします。 で 次の週が、鉄馬レース寄った方がいいかな、これは、HSR、ホンダの工場の中にあるサーキット、はい、今回ね僕らがゲストで呼ばれたんですけど、はい、そこでスワップミートしませんかということで、はい、レースもあります。鉄馬のレースもありながら、空冷4発の走行会、はい、まあそっちもレースなんですね、レーサーなんですけど、それと一緒にアサクラメントスワップミートで、さっきの飯塚も今度の HSR の熊本も両方入場無料です。入場無料、入場無料、これ行くしかないです。もうレースも、入場無料で見れますし、はいはいはい、こっちの方はあの道の駅みたいなとこなんでね、食べるとことかもたくさんあるんで、こっちが、11月の17、でこっちが11月の24日で、ね、熊本が、ね、はい、毎週2週連練習なんですけど大変なんですけど、はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします。では、ジンギさんでした。ありがとうございます。こんな効果音が入ってます。ありがとうございます。続いてはクールレザーさんにお邪魔してみましょう。じゃあ、オーナーの丸さんです。バイクもたっぷりですね。長いですよね、これ25年ぐらい。25年。これ何なんですか、これが。これは52年の T100。 T? はい、そうね、ずっとこれ乗ってらっしゃるんですよね。で、ちょっと商品見せていただきました。ハンドメイドのレザーアイテムで作られてますね。はい、そうですね、バイク関係だとツールバッグとか、ツールバッグ、はい、これへん、これまた、ごっついですね。これはもうこの時代のトライアンフ専用の、あ、そうタンクの上の、あ、タンクの上の、はいはい、そうパーセルグリッドって、はいはい、そこにこうパティッとつけてる。え、これいくらぐらいするんですか。こっちはちょっとスタッツでカスタムしてるんで、うん、7万。あ、それでも7万、ここまでの手作りででも7万って言ったら ね、まあ高いもんじゃないですか。でもうちのタイプは4万2000円。僕あのこっちは何でもバラバイクですね。これかっこいいですね。いいでしょそれも。これいいですね。これは何になるんですか。それもまあここにこう鍵かけてもらったりして、はいはい、まあ、ループにこう垂らしたりとか、そう、こんな感じ。おしゃれですねこれ。これいいな、これいいな。6800円。ちょっと気になりますね。つけてみていいですか。どうぞどうぞ。じゃじゃん、かっこいいな。ワイルドですね。いいでしょ。うん、いいですねこれ。おしゃれ。皮がごっつい。これは6600円。カテゴロですねこれ。キーホルダー、ソンブレロかぶって、え、ソンブレロかぶって、かわいいでしょ。ソンブレロって言うんですか。あ、メキシコの帽子ですね。あー、まあまあ、これ手打ちなんですか。全部、そうですね、手縫いで、手打ちで、ビール
ろいろありますね。お店に行けば思っていろいろあるんですよ。そうですね、さすがに全部持ってこれ、はい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 、オーダーも受けると思うんですけど、インスタグラムもありますね。インスタグラム、はい、やってます。じゃあ、ブルーレザーのインスタの URL は概要欄で添付させていただきます。気になる方はこちらからチェックしてください。ではズームレザーの丸さんでした。ありがとうございます。こちらは1932年式フォードデュースクーペ、なんと今から92年前の車です。続いてこちらは1929年式フォードピックアップ、こちらは95年前の車両。かっこいいですね。まさにハンザさん親子、ああ、そう YouTube でもね、かなり高視聴率だ。チョッパー、チョッパー親子。孫です。孫です。名前は？ミオちゃん。かわいい。ミオちゃん。サンタさん親子でした。ありがとうございます。高校生の頃の同級生にばったり会ってしまいました。こんにちはです。内川くんです。こんにちは。ご無沙汰で。ご無沙汰で。なんかハーレー乗ってるそうで。はい。いや、もう新しいハーレーです、ね。今解体屋やってますんで。解体屋。うん、内川工業。じゃない。じゃなくて。独立しました。お、なんていうところですか。ネイバーという会社で立ち上げます。ネイバーズ。はい。株式会社ネイバー。ここに今バーン出してくれますんで。ネイバーさん。解体あったらお願いします、はい、犬小屋からでも解体します。犬小屋からでも解体するということで良心的にすごいですね。みんな頑張ってますね。みんなね、うん、油が乗っとうけんね今、うん、今度はツーリング行きましょう。誘ってください。では株式会社ネイバーの内川です。内川君でした。ありがとうございます。まずこれでパシャ。次は宮崎県から、ピンストライパーザ・ベルさんです。おー、よろしくお願いします。いや、嬉しいですか。いや、まあ、ぼちぼちです。なんかいろいろ持ってこられてます。新作のキャップ。新作、はい、ドープです。ドープ、ドープ、ドーピングのドープ。はい。あと、まあ、ポスターとか、はい、まあ、クレートの何かはい。今日もあのオーダー受けたまわり中です。受けたまわり中です。あ、あのヘルメットにこうワンポイントのやつ、どれぐらい？3000円からとか。3000円から安いですね。意外とイベントなんで。イベントの時にじゃ狙い目です。はい。作品はこんな感じです。あ、これとか新作で作ってきて、すごいですね。スカル。はい。これをなんて言うんですか？これスカルスかな。なんかスカルと名付けて。おしゃれですね。え、これいくらなんですか、これで。これね、割とあの台は33,000円。33,000円、これ33,000円。まあ、どんだけ手間かかってますから。昭和22,000円。昭和22,000円。おしゃれですよ。コインをちゃんと埋め込んであって。うん、おしゃれ。イベントの時書いてもらって、捕まえて書いてもらったらお得ですよね。よろしくお願いします、はい、宮崎県からザ・ベルさんでした。ありがとうございました。ロッキンクルージン、とても楽しいイベントでしたね。まだまだ紹介できていない魅力的なお店がたくさんあります。今回参加できなかった皆さんも来年遊びに来てみてはいかがでしょうか。
はい、ではロッキンクルージン主催者の、豆塚さん。豆塚と申します。本日はいい天気にも恵まれ本当にありがとうございました。大盛況でも本当に嬉しく思ってます。どうもありがとうございました。すごい盛り上がりでしたね。今日ももう今日は本当暑い暑さと観客と車も、うんうん、バンドもプロレスも、うんうん、みんなものすごく盛り上がってます。本当にありがとうございました。去年も今年もあの天気がもう当たり年ですね、はい、そうなんですよ。もう今まで降ったことないんですよ、はい、1回まで1回だけ2年前に雨に打たれたんですけど、うん、まあなんとなく助かってます、うんうん、本当天候に。まさにビバラスベガスありがとうございます、ね、それを目指して頑張りたいと思います。今日もあのあれですか、あの完成度は何パーセントですか。いやもう今日はもう本当 90% ぐらい。 90%、 はい、ありがとうございます。また来年も、はい、ぜひ来年20周年なんで、はい、より一層盛り上げたいと思います。おー、皆さんご協力よろしくお願いします。いつもありがとうございます。はい、ではロッキンクルージン主催者の豆塚さんでした。どうもありがとうございました。